オステオカルシンは骨のヒコラーゲン性タンパク質として25%を占めるタンパク質である。骨が細胞のビタミン系依存性カルボキシラーゼによってタンパク質のガンマクルタミン残器に炭酸イオンが付加されたものである。硬質形成やカルシウムイオンの向上性維持に寄与していると考えられており骨形成の負の制御因子であるともされているが その役割については明らかになっていない。ホルモンとしての作用もあり、水臓の β 細胞に働いて、インスリン分泌を促したり、脂肪細胞に働きインスリン感受性を高める、タンパク質であるアディポネクチンの分泌を促進するとの報告がある。骨形成マーカーとして用いられる。オステオカルシンは、骨が細胞のみから分泌され、 代謝調節及び骨形成促進性に働くものと考えられている。また、骨の切開化とカルシウムイオンの向上性維持に関与すると考えられている。オステオカルシンは、水臓のベータ細胞にインスリンの酸性を促し、脂肪細胞にインスリン感受性を向上させるホルモンである、アディポネクチンを酸性させるホルモンとしての作用を持つ。 テストステロンの生合成を行う清掃のライリッヒ、細胞に働きかけることから、男性の不妊症にも影響がある。筋細胞のエネルギー促進能力、エネルギー利用に作用し、運動能力を高める効果を持つ。戦うか逃げるか反応において、ストレスを受けて、数分以内に骨から放出され、興奮を抑える、副交換神経系の活動を阻害する。副人が、 機能不全になると、オステオカルシンが増加し、急性ストレス反応を引き起こす。オステオカルシンは、骨が細胞によって分泌されることから、しばしば骨形成過程のマーカーとして利用される。また、血清中のオステオカルシン濃度は骨粗鬆症,症に、対するテリパラチドのような薬物治療時の、骨密度改善と比較的抑制の相関を示す、ことが知られている。 多くの研究において、オステオカルシンは骨形成に対する薬物の効果を示す予備的なマーカーとして利用されている。ありがとうございます。